皆さんこんばんは今週も始まりました森下人譚プレゼンツバイオレディオでございますさあじゃジャンチアじゃあまぁ女性なので、うん、あの何、ー、<っ>て言うんですか休日学校休みの日の朝とか、はい、日曜日の朝とかうん、うん、見るもん決まってました女の子やからあれかなあんまなかったかな、うんうん、僕はもうねちっちゃい時の夢が、うん、戦隊ヒーローになるか仮面ライダーになるかだったんですよ<あ> <laughs> そうですね だから私今日大興奮しております。<laughs> ということでゲストの方をご紹介お願いいたします。<laughs> はい、それでは今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。 俳優の松田聡さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそして森下隆一先生にも来ていただいておりますはいどうもよろしくお願いしますよろしくお願いします大興奮の気持ちわかるわかるでしょ先生も見てましたいや僕も一番最初と初代仮面なのああへぇもうライダースナック買って怒られたああ僕もあの仮面の間僕はブラックとかブラック RX のちょうど世代なんですけどああ本当ですか僕三十九なんですよああじゃあそうですね 僕生まれた年がブラックでそこから再放送ちょうどしてたころですよ。なんかその松田さんかっこいいなと思っていやありがとうございます今ねちょっとあのキスラの皆さんラジオ聞いてる方分かんないと思うんですけど僕と松田さんほぼ同じような格好してるんですよそうですね何ですかこの違いは本当だ全然違うちょっとちょっとちょっといやいやいやただ先生松田さんご出身は 大阪です大阪ですよね、はいお、大阪なんですよ、しかも大阪の大体、大体どの辺ですか、大阪はもう平野ですね、はい、<ー>私も平野の学校に通ってたでしょ、<え>松田さんと、これ、言っていいんかな、えどちらですか、僕、東住吉高校に通ってたんです。え 先輩じゃないですかあ、先輩じゃない俺が先輩でした怖いなんですよ僕え、本当ですかそんな生意気すぎるからそんなこと言わないえ、じゃ入れ替わりかな入れ替わってます1年違いよ僕78年生まれです僕82年なんで額はないですけど東住吉高校の芸能文化科って学科ありますあります僕同期がロッチコカドですよあっ、でしょはい国館2期ですよ国館2期で僕六期なんですよ しかもその後とコカドさんと同じ事務所に入るんですけど、えー、鍋で合うんですけど、はい、そのこそ東住明の話で盛り上がってうわ知ってる方もいると思いますけど、はい、まあ横山ノックさんが知事で西川きよし師匠があの、ね、議員やってた時にまあ 神味型文化を守ろうということで、うん、えっとものすごい金税金使って、うん、<laughs> そう <laughs> です <laughs> ね <laughs> <laughs> で気がねえ聞こえ悪いですね急にで東みでね結構都会っ子とか大阪では一応なんていうんですか都会の雰囲気あるんですよまあまあ、まあ、そうですねそうだからそうそこに作ろうということになって、えー、そこに行ってただか,だから体育祭めっちゃ、えー、めちゃめちゃ 盛り上がる。機種から総大将までやってましたよ。あ、ほん。僕はアトラックのトップだった。うわ、すみませんね、ごめんなさい、マイナーな話をして。食堂もよく行かれました。食堂行ってましたよ。ね、中華そば美味しかったですよね。美味しい。で、それコロッケ入れて。そばにコロッケって、って言いながら、こう入るという。本当に、そう。あ、じゃ、え、まさか東見で仮面ライダーが出てるなんて。ええ、面白い。びっくりですね。え、だ、静香さんの。はい。 えっとちょっと下がマナカナちゃんがいたでしょうえっと入れ替わりですね僕は卒業した年にマナカナが入ってきてんな,なんで,なんでマナカナの担任たちは僕らの担任だった人たちがマナカナたちのですそうですよねへ、はいえー その中条あやみちゃんは最後の最後やめるんですけどもっと下ですよねもう本当に3年4年ぐらい前じゃないですかまだ卒業したんがそうですそこで卒業はしてないですけどすごい名門高校に聞こえてきたぞでもねあれなんですよね入るの結構難しいんです私服が OK な学校なんでみんな入りたでしょうい競争率高ですただ入ったらぬるま湯高校と呼ばれてて東住吉温泉と言われて誰も誰も勉強しなくなるんですよ 浴施設みたたいいな名前で呼ばれててっう急になんか普通に入る時の偏差値だったら有名大学いっぱいみんな出てるはずなのにんか分からへんけど中途半端な成績でみんな終わってくるそうなびっくりですけどもそいな松田さんでございますがよろししくお願いますほとんどカットされんちゃうかな松田さんでも大阪出身ということでございますがえもともと 芸能界に入るきっっかけは何だったんですか僕はあの大阪で東住吉高校から京都芸術短大っていうところに入るんですよでファッションデザインを専攻してまあ絵が好きだったもんですから絵の勉強しててそっからいやファッションが好きだなと思ってファッションの方に行って、うん、2>, で2年間ずっと洋服作ってる中でジュノンスーパーボーイコンテストっていうのに出るきっかけがあってでそれに出てでその1年後ぐらいですかねコンテストの映像を見たって言って。 三池崇史監督からスカウトしていただいてでそれがデビュー作だったんですよ。えー、そんなことそのタイミングでっていうことではなく後後々々見てなんですねそうだからジュノンの時はまだ僕、はい、もう洋服にかける夢ばっかりみんなに語ってて、うん、あじゃあ、あなたは京都に戻ってファッションの方に行った方がいいですねってこうスカウトしてくださった事務所の方々もみんなそうやって僕、送り出してくれたぐらい。うん ファッションにのめり込んでたんででたすけどその後、まあ、ちょうど本当丸1年後ですよね、うん、三池隆監督に誘っていただいてあるドラマ作品に出たんですよ、うんはい、そしたらなんか台本を読んで演技を作って、うんはい、カメラの前で表現するっていうその一連の動きが、はい、洋服でね生地を選んで製図を引いてデザインを考えて家で作って人前に出すっていう行為と。 頭の中で残ってることがすごく似てたんですよね。えー、で、これは面白いと思って。で、のめり込んだっていう。あ、そうなんですね。ね三池監督は。はい、その、まあ。ね。コンテストの映像を見てですね。うん、何、な、何で。何に引っかかったんですか。どこ、どこがいいって言って呼ばれたあ。言われました。なんかそういうこと。なん。 かわかんないんですけど、平野に君みたいなやつがいるんだな。っていや、それは。かるわ。そうですね。三池さんは、な、八尾なんですよ。あ、な、まあ、いや、八尾もどっこい、どっこいですね。なんなら、八尾の方がちょっと、立ち悪い感じしますけどね。で、なんか、ね。青春時代にね、こう過ごした遊び場とかが重なってて。君があんなところにいたのかみたいな話になって、で。 なんかね吸血鬼の役やったんですよはい、はい、で吸血鬼の役ってこうちょっと現実離れしてるじゃないですかで一回オーディションやったら決まらなかったんですって<ー>でそれで周りのスタッフの方も,もう慌ててはい、はい、どっかにいないかっていうのでもう探しまくったその資料の一つが、うん、ジュノンスーパーボーイコンテストの本選会で,<ー>で僕がまだ今着てるジャケットよりもね全然なんか膝丈ぐらいのジャンポール・ゴルチェの ジャケットを着てたんですよ、うん、ですごいなんか変わったデザインだったんですよねうん、うん、でそれで「なんかラルク・アンシエル」の「虹」という曲を歌ったんですよねそしたらその歌ってる様がすごく異様やったんですね監督からすると<ー>でこの異様な雰囲気を放ってるやつやったら吸血鬼はまるんじゃないかっていうので東京に呼んでくれっていう連絡が来て<ー>でびっくりですよねその一方来た時はびっくりですよ 詐欺やと思いますね最初僕全然信じてなくてでもう今やから言えるんですけど「週刊女性」という編集雑誌あるじゃないですか「週刊女性」の副編集長という方から電話かってきたんですよで僕そんなところから連絡が来るはずがないと思って東京にいついつ来てほしいって言われてもう全くハテナのまま家で待ってたらチケットが送られてきたんですよねで当時僕お金もないしこのチケットをもしかしてチケットショップに持っていったらこれ いいろんんななな作品の記事代になるんじゃないか例えば買いたくて買えない記事とかあるんですようん、うん、フラノのすごい高いやつとか、うん、どうしようと思ってもういろんなすごい悩んだんですけどもう横島の思いがすごい出てきて <laughs> どうしようどうしようと思ったんですけどいやタダで東京に行けるんやったら、はい、じゃあ当時ね表参道にねジャンポール・ゴルチは僕大好きやったんですけどオンリーショップができた年やったんですよ <laughs> あそこにタダで行けるならこれは乗っかってみるのも手だなと思って、うん、虎ノ門の「 あのポニーキャニオンっていうね企業の,その会議室に来てくれっていうもう本当と簡素な地図が送られてきてこれでいけるのかと思って行ったらちゃんとあったんですよねでそこで三池監督とはじめましてをしてヤオの話ばっかりして帰ったんですよへえそしたら後々ちゃんとオファーが来たんですよねい分かんないもんですね人生全然分かんなかったですそっから仮面ライダーなるんですもんねそっからだからその3年後ですけどねこれはオいです 事事務所のお仕事それオーディションでりました<ー>あ仮面ライダーとかのああいうオーディションって何をするんですか、はい、変身ポーズしてとか言われるんですか <laughs> いやなかったんですよね質疑応答質疑応答とあとペラの台本こうやって1枚の台本渡されて<ー>じゃあちょっとやってみてくださいみたいなそれはもう仮面ライダーっぽい台本なんですか あの一個ね俳優の皆さんの中ではヒーロー芝居というか、はい、わざとそうしなきゃいけないっていう芝居みたいなことがあるって聞いたんですよあ<ー>要するに型を変な感じで入れて喋るとかまあ確かにってあるんですかあいうあいう感じなんですかとねあの演出チームにはそれはないんですよ、うん、ただアクションチームーだからスーツアクターの皆さんとかが、はいはい、そういった芝居がやっぱり 花があるんですよね変身後の姿としてでそれと離れすぎないようにあそっかヒーローやから変身した後と離れすぎたら変ですもんね僕が変身するわけじゃないですかで僕が変身して急に動きが劇的になるとこいつ変身した後すごい劇的やなってなるじゃないですかでも多少僕が普段の動きから劇的にしてるとそこの間が埋まるというかええう。 とやったんや。<ー>面白い。ええ<ー>、え、あの、その。なですか。もともと、これ、高身長な感じ。じゃないですか。でか。何センチありますか。百八十一センチで,すでしょはい。<ー>モデルさん、この要はジュノンとか出てはるから、はい、俳優っていうより、モデルでいけよ、いけよっていう感じの推しはなかったんですか。うわ、全くなかったですね。モデルさんって感じしますよね。でも、雰囲気はやっぱり。うんうん、いや、でも、ま本当、全くなかったです。 そうなんで,すね、はい、でそのまあ三池さんとかの話があってまあカメラでもやったりしてその俳優という職業が面白いじゃないかと,、はい、ということになっていってその後って、はい、もう全く服作ることはど,どうなったんですかもうっってなったんですか一応母に買ってもらったミシンだったんで、はい、まあ8万円とかするんですよ当時のミシンってあのプロ用のやつってはい、はい、で業務用のミシンでもったいないからっていうので一応東京持っていったんですけど、はい、まあ出すことなかったですね。あ じゃあここまでお,お洋服は全然俳優になってから作ってもう全く作ってないですね<ー>ただほつれたら縫いますけどあ、まあ、そういうことは出てよ、ね、<laughs> できるんですねであれですもんねあのバラエティー番組では絵のうまさをねめちゃくちゃ出てますもんね<ー>やっぱそれは京都の,その芸術三期大学で学んだというかう、ね、もうだから今は。 多分人生を通じて一番好きで一生懸命ずっと取り組んで長いこと取り組んでるものっていうのは多分絵が一番長いで子どもの物心つく時から、まあ、僕鍵っ子だったんですよ。い、うん、いつも家ででで一人でいたんで、うんうんうん なんかやらなあかんなと思ってで本読んだりとか絵描いたりとかっていう本に行ったんですよね。これに、ね、今僕らの手元にいただいている資料の中にねあの書かれた番組とかでも書かれたやつとかその他のその松田さんの作品あるんですけどあ。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいしそしてアーティスティック。 ありがとうごございいますすすこれでよねそんなガチガチのプロフィールが言ってたんですね。えー、あガチガチの <laughs> おそらく、はい、何か事務所がオーディションとかあった時に「はいうちの、えー、ものの資料ですけども」<laughs> っていう感じで出してはるやつだと思う、えー、こんだけうまかったらそれはすごいなっていう気はします,すありがとうございます、はい、や,やっぱり今後も、はい、その俳優もちろんね、えー、続けていかはられると思うんですけど、はい、服作ったらとか。 ええもっと困難したらとかあったらどうなんですか絵、ええ、は描きたいんですよ、古典をやりたいっていう欲望はすごいあるんですけど服だけはこれすごく不思議な話なんですけど、はい、もう俳優で満たされてしまって洋服を作りたいっていう欲望がなくなくったんですよ、はい、これはちょっとそ,<ー>そんだけ俳優って、ね、なんか魔力というか魅力があるんですね。 そうなんですよね。ということでそろそろお時間が来てしまったんですけどちょっと松田さんにはですね来週がですね今年最後の放送となるんですけどもちょっとせっかくでございますからやっぱイケメンの方とね千やちゃん最後終わりたいでしょということでちょっとお忙しいと思いますが来週も来ていただいてよろしいでしょうかぜひよろししくお願いますということで今日はこの辺でお別れでございます。最後にですね松田さんのちょっと リクエスト曲がございますのでそれを皆さんに聞いていただきながらお別れしたいと思いますそれでは曲紹介の方お願いしてよろしいでしょうかはいミナミさんという方のフライハイトという曲ですねはい。はい、そちらを聞いていただきたいと思いますそれでは松田さん今週はここまででございますありがとうございましたありがとうございました